どうも、ナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日は魂の海図の素材集めをやっていきたいと思います。いろんな場所あると思うんですけども、ここが間違いなく大量入手できます。ヤマト万有記ですね、ダウンロードコンテンツで有料ではあるんですけども、段違いにアイテムを入手することができます。で、このヤマト万有記4つのエピソードがあるんですけども、それぞれで入手できる素材、まあ、入手しやすい素材が違います。まず一番上ですね。ここがスタミナの素材が手に入ります。で、お菓子の国。ここが HP の素材。で、海軍基地が、防御力の素材ですね。で、最後のシャボンディ諸島か。ここが攻撃力の素材が入手できます、自分に必要な場所っていうのを選んで周回するようにしましょう。では周回するにあたっての注意点を少し話していきたいと思います。まずキャラ選びなんですけども、移動速度が速くって攻撃範囲が広いキャラを選んだ方がいいです。俺はカタクリを使ってますけども、カイドウとかでも全然いいと思います。未来は見えている。そしてスキルですね。スキルは重要なものが2つあると思います。それがこの2つ、ロケットマンとテンションアップですね、今回のダウンロードコンテンツで新しく出てきたスキルになるんですけども、ロケットマンで移動速度が速くなります。そしてテンションアップで、本気バーストの効果時間が長くなる。この2つは、まあ、必須かなと思います。で、ボスがそんなに強くないんですよ。 HP がそんなに高くないので、ボス特化の、スキル構成ではなく、雑魚を倒しやすい、スキル構成でやってます。こんな感じですね。こんな感じで、やってます。まあ後々変わるかもしれないですけども、とりあえずは今はこれがやりやすいかなと思います。はい、では早速行ってみましょう。それでは行きますね。万有記をクリアするにあたって注意点が3つですね。点数を1万5000点取るようにしてください。1万5000点あると、報酬を全て入手することができます。なので1万5000点は、必須ですね。で、その1万5000点を入手するために、必要なのが、まず KO 数ですね。敵の撃破数です。とにかくたくさんの雑魚を倒すようにしてください。500体に1回ぐらい確か点数が入ってきますので、たくさん倒すようにしてください。あとね、アイテムが出るっていうのがありますね。で、アイテムは絶対全て入手するようにしてください。アイテムを入手すると点数が上がりますので、アイテムは全て入手するようにしてください。そして、この熱き魂の敵っていうのがたまに出てきます。この敵を、逃さないようにしましょう。この敵は、素材を確実に一つ落としますので、これを忘れずに倒すようにしましょう。まあ、注意点はこの3つですね。雑魚をたくさん倒すこと、そしてアイテムは忘れず全て入手すること、で、熱き魂の敵が出てきたら速攻で倒すこと、それを心がけてやると、まあ、1万5000点簡単に取れていくかと思います。熱き魂の敵は、放置してるといなくなるんですよね。1分ぐらいすると、ま、たなので、ね、あっちにも1分以内ぐらいにもう速攻で倒すようにすると、いいと思います。こんな風に全然違う場所に出てくる時もあるんですよ。熱き魂の敵っていうのが、そんな時でももう必ず行ってください。必ず速攻で。あ、そしてね、宝箱は絶対に開けてください。必ず宝箱が、2つか3つぐらいは存在してると思うので、
必ず開けるようにしてください。1000点のアイテムが中に入ってますんで、1000点っていうのがものすごく重要になります。僕以上の光月おでんは存在しない。で、エピソードごとにボスが存在します。ここはカイドウがボスなんだけども、点数が13,500以下だったらば、ボスはまだ倒さない方がいいと思います。ボスを倒さずに、まずアイテムを探し回る。で、このアイテムを探し回ってる間に熱き魂の敵が運が良ければ3体出てきます。まあ、運が悪いとしても、1体は必ず出ると思いますので、そいつらを倒したりして、13,500 点以上というのを、狙ってください。あ、バギー入ってきましたけども、遠いな遠いな。でも14,200 点あるので、もうボスを倒してもいいんですけども、まあ、素材確実に1つ手に入るので倒しましょうか。いや、これ結構ギリギリかもな。かなりギリギリだけども、一応倒しましょう。 OK。 本気でやろう。無双ドーナツ。どうだ、これ倒すでしょ。いや、20何秒か。かなりギリギリだ。かなりギリ。カイドウを速攻で倒せればいいんですけども、いけるか。残り10秒。いけるね。おっしゃー。なんかギリギリだった。あんま危ないことはしない方がいいかもしれませんね。僕は漫遊を通して成長したんだ。心ゆくまで漫遊できた。もう僕は世間知らずじゃない。で、点数が、16,390、結構オーバーしましたね。15,000あれば大丈夫です。そうすると、報酬すべて入手することができます。はい、まあせめて12,000までは絶対取るようにした方が美味しいですね。で、入手したアイテムがこんな感じです。今回は一番上のエピソードに行きましたので、スタミナが多めに出てます。はい、ということで今日は魂の海図の素材集めをやってみました。ヤマト万有機が一番入手することができまして、4種類のエピソードがあります。素材の入手がそれぞれ違いまして、一番上、侍の国がスタミナ、お菓子の国は HP、海軍基地は防御、そしてシャボンディは攻撃となっております。自分に足りないところをクリアしてみてください。まあ、クリアする時間はそれぞれ違うんですけども、まあ12、3分から20分ちょっとあれば一周できますので、はい、頑張って周回していきましょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。